待たせしました。古い脂肪を押し出すマッサージを大公開。まずは二の腕の場合、セルライトの発生しやすい内側をつまみます。腕を水平よりやや高く上げ、親指と残りの4本の指で二の腕を挟むようにつまみます。この時痛みを感じるほど強くつまむのはかえって逆効果。そうなの？血管を圧迫しすぎないよう優しくつまみましょう。つまんだ状態から指をスライドさせながら引っ張り離します。つまむ位置を徐々にずらしながら二の腕全体に行いましょう。最後は肘から脇に向かって押し上げるようにマッサージ。この一連の動作を左右それぞれ2分間ずつ行います。続いてお尻の場合、つまむ位置はお尻と太ももの境目あたり。まずはお尻の左右を優しくつまみます。そして引っ張りながら指をスライドさせ離します。この動作を5回繰り返し、最後はお尻を大きく掴んで持ち上げるようにマッサージ。この一連の動作を3分間繰り返します。最後は太ももの場合、前後左右にセルライトが出現する太ももはマッサージもまんべんなく行うことが重要。まずは椅子に座った状態で太ももの左右をつまみます。そしてこれまでと同様につまむ位置をずらしながら付け根に向かってマッサージ。最後にもも全体を押し上げるようにマッサージします。終わったら今度は太ももの上下をつまみます。これまでと同じように付け根に向かってつまみマッサージ。最後ももも全体を押し上げるようにマッサージします。この一連の動作を左右それぞれ2分間ずつ。これがセルライトをつぶ